日本で開発中の次期ステルス戦闘機と同時進行で、無人戦闘機開発も開発するとの発表を、自民国防部会で分かった。今回は、この無人戦闘機について、詳しく見ていきます。脅威なのは、そのスピード展示、異次元の速さでびっくりしています。それに、日本でも、無人戦闘機技術が開発されていたことは、あまり知られていないように感じています。こんな技術があったとは。2021年5月、与党自民党の国防部会安全保障調査会合同会議の席上で、防衛省は2035年をめどに、現在の F2 戦闘機の代替機と連動する無人航空機の開発を行うことを発表、一斉に報じられた。この無人航空機の開発については、2022年度予算に初期の費用を計上して本格化される見込みとされ、これと並行して運用方針や仮想敵国の状況等も鑑みての開発方針が定められることになる。進め方としては、無人航空機の実寸大のモックアップ等を作成、こうした実証機のテストでの飛行結果等を得ながら進められていくものだと見てよいだろう。F2 戦闘機の代替計画では、すでに三菱重工業を主契約者としたプロジェクトが始動しているが、この次世代戦闘機計画で生み出される機体が、今回の無人航空機を完成する方向のようだ。無人航空機といえば、正確には、遠隔で要員が操作する方式と、完全自律型で自ら飛行し、必要な行動を行う方式が思い浮かぶが、ここでは、後者の運用方法を想定したものだと、言えるだろう。ただし、世界的に見れば、アメリカ等では、すでに第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2等による、追販無人機の研究が先行しているともいえ、日本の取り組みの遅れ感は、拭えないように思える。防衛省が公表している令和2年11月14日付の次期戦闘機開発についてと題した資料の中では、 F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機を日本における航空優勢確保の用途と表現している。その上で次期戦闘機に求める3要素を1兵装面も含めた高ステルス性、2質で量に対抗する大容量高度な友軍間情報連携、参考機能なレーダーセンサ類の実現を打ち出している。少し脱線するが、同資料の中では、西側各国の現在の戦闘機の開発、機体単価等が算出する基準によって変化するため、一概には算出は困難としながらも、一応の目安として提示されている。これによれば、開発費、単価は、第4世代戦闘機である、現行の F2 戦闘が、3600億円、112億円で、同様に、ユーロファイタータイフーンが 2.3 兆円、113億円ほどだと述べられている。続けて第6世代戦闘機である F-22 ラプターの開発費、単価は 2.3 兆円、210億円であり、同様に、F-35 ライトニングには 6.1 兆円、110億円だと指摘されており、F-35 ライトニング2の高騰が目につく。すでに、次期戦闘機開発には、約5兆円は、必要との大枠の予算予想が、メディア等の報道により、広く人口に解釈しており、日本のみなら、最大で90機前後の生産数で終了する同期への、大きな懸念材料にもなっている。防衛省側も、こうした批判への対策として、今回、三菱重工業を主契約者とする集約化、V によって、海外からの調達を検討するなど、アメリカやイギリス企業との協調を否定しない態度を示している。すでに、具体的な協業先として、名前の挙がっている、アメリカのロッキード・マーチン社や、イギリスの BAE システムズ社等との協調が、ここからも伺えるが、自国での主導を諦めない姿勢は強い。さらに、次期戦闘機開発についての中では、当然無人機に言及した記述もあり、技術的な人工知能の進化と
操縦者等の人的損耗防止の観点から、その開発は世界的な傾向であると指摘している。ただし、これによって得られる人的な省力化は、2030年代における即時的な戦闘機の搭乗者不足を意味しないとし、有人戦闘搭乗者の確保に、すぐに問題が発生する事態になるとはみなしていない。続けて、定型的な運用で対応が可能と見込まれる偵察や空対地攻撃といった分野では、無人機の導入は比較的に容易としながらも、飛来する敵機に対する即応性は有人機に劣ると指摘している。これらを踏まえて防衛省では、有人戦闘機に随伴し、その任務を支援する遠隔操作型の無人航空機の開発を行うと明記し、令和3年度の概算要求から、その開発予算を計上するとしている。その一方で先行するアメリカは、スカイボーグ計画として、有人戦闘機と安価な無人機との連携を模索しており、これに向けて、複数の無人機製造企業と試作機の製造に着手しているとしている。この4社とは、ボーイング社、ゼネラル・アトミックス社、ノースロップ・グラマン社、クラトス社のことであり、さらにこれに加えて、イギリスの BAE システムズ社の参加も記述している。これらの中では、クラトス社の XQ58A バルキリーや、ボーイング社がオーストラリアと共同開発しているロイヤル・ウィングマンが、つとに巧妙だが、両機とも自立飛行型の無人戦闘機だ。前述したように、防衛省の次期戦闘機開発についての中では、飛来する敵機への即応性に疑問を投げかけられていた無人戦闘機だが、これらの続報に、日本がどのように反応するのかにも留意したい。